3連敗で三浦監督を解任、後任にユースチームを率いていた富樫光一監督を据えた20位東京ヴェルディは最下位カターレ富山とホームで対戦。試合は6分、安西和樹がこの位置から狙い、ヴェルディが積極的な立ち上がりを見せると、9分には14試合ぶりのスタメン起用菅島。富樫監督に育てられたユース出身選手を中心に富山ゴールに迫ります。しかしこの前への姿勢が裏目に、12分富山はパスカットしたパクテホンのロングパスからコケグチ、今シーズン7得点目を決め富山が先制。主導権を握った富山は42分、前高幸が強烈なシュート。さらに後半開始直後には宮吉が狙いますが、いずれも佐藤優也に阻まれます。1点を追うベルディは後半から投入された平本を中心に反撃、流れを変えると61分にはキム・ジョンピルがミドルシュート、さらに77分には途中出場南、85分には安西光輝のパスから平本が狙いますが、最後まで富山ゴールを割れず、新体制初戦を落としたベルディは4連敗。今シーズン初めてアウェーで勝利した富山は12試合ぶりの勝ち点3です。